1周年なんです。1周年記念、ちょっと全身見せたいんだけどさ、ちょっとさ、肌がさ、際どすぎて。レッドフードちゃん来て。レッドフードちゃん。お、あ、これ出るやつ。SSR。はい、こんにちは、ゆでたまごです。ゆでたまチャンネルへようこそ。もうコスプレからスタートさせていただいているのですが、これは勝利の女神ニケのレッドフードちゃんです。イエイ。皆さん知ってますか？勝利の女神ニケさん、なんとなんとなんと1周年なんです。1周年記念です。イエイ。私さ、このさ、ニケさんがさ、始まってからずっとね、動画でね、関わらせていただいてるんですが、もう1年経ったの？早い早い。そしてどん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 ニケが有名になっていく。本当にすごい。もうね、テレビ CM までやってるんですよ。流せるかな。じゃじゃん。兵器として作られた哀れな少女たち。不安、悲しみ、怒り、そして信頼、指揮官、ご命令を背中で見せるガンガール RPG 1周年記念イベント絶賛開催中。テレビ CM おめでとうございます。今回ね、1周年記念キャラのレッドフードちゃんの私格好をさせていただいてるんですけど、ちょっと全身見せたいんだけどさ、ちょっとさ、下がさ、際どすぎて。シャキーン。すごくない？ちゃんと武器をさ、足につけてるわけさ、私。はい、こっちの方がやばいんだよな。こういう感じになっております。全身は私じゃなくて、本物のレッドフードちゃんに、じゃじゃん。レッドフードちゃんの美女です。もう、頼れる感じなんですよ。強い女って感じ。私の性格とは真逆な、とてもかっこいい女性のこちらキャラクターになっております。私はこんな女性になりたい。ということでね、早速今回も2期やっていきたいと思うんですけど、一番はやっぱりレッドフードちゃんをガチャで引きたい。はい。でまあ、私今までニケさんの動画出してきて、本当にびっくり、一発で引けちゃったみたいな時もあれば、何回やっても引けなかったって時があったんだけど、今回はまあどっちかなっていうのをまず予想してみんな。はい、ということで始めていきます。あ、待って、これね、みんな、1周年記念でスノーホワイトちゃんイノセントデイズ SSR で登場です。それがね、もらえちゃうの、なんと無料で。すごくない？計4体無料取得可能なんですよ。1周年記念でこれもらえるのでね、ぜひ今みたいな感じで皆さん無料で取得しちゃってください。はい、引いていきますよ。出ない場合は刺さっていきますよ。もう慣れたもんですね。出るか出ないのかなんとなく分かっちゃうという。いけ。でもこのね、引く瞬間が楽しいよね、心地いいよね。あー、はい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 、痛さーっといくね。話戻るんだけど、スノーホワイトちゃんめっちゃ可愛くない？イノセントデイズ、何度言ってもイネセントって言っちゃう。いけ。ダメだ。はい、すいません、ちょっとさーっといきますよ。レッドフードちゃん来て。レッドフードちゃん、きゅ、お、あ、これ出るやつ。 SSR、 何でも任せてちょうだい。来るよ。富士さん、美味しいもの食べに行こう。デロータちゃんかわいい。おお、今のモノマネ恥ずかしかった。おおお、来い、レッドフードちゃん。誰？召喚。わあ、プリムちゃんか。私ニコ町に行った時にプリムちゃんみたいな格好をしたつもりで行きました。ぜひ見てね、この動画も。
はい、どんどん引いていきますよ。レッドフード、レッドフード、レッドフード、レッドフード。いけ。いやー、あれだね。今回出ないですね。今回出ないね。あ、来たんじゃない？SSR 一体、SSR 一体、SSR 一体。レッドフードちゃん。来い来い。事件がある場所だな。どこに、ノベルちゃん、かわいい。私このコスしたい。はい、ちょっとレッドフードちゃん出ず。出にゃいでしゅね。で、今回1周年ということでね、みんなに紹介したいのがあるの。もうね、結構もらってたりすることする方とか多いかもしれないんだけど、1周年記念でね、出てる新キャラ、新スキンを紹介していくよ。これね、さっき私もらったんだけど、スノーホワイト、スノーホワイトちゃん、イノセントデイズ。スノーホワイトちゃんが SSR で登場です。超かわいい。雪に覆われた雪山が好きです。SD モデルもかわいいね。はい、次に紹介するのは、ハランちゃん、バンケットビッチ。ハランちゃんの新スキン。めちゃくちゃセクシーです。はい、お尻が揺れてます。セクシーなお姉様ですね。そして、この格好やばいの、新スキン。ドロシータンのノスタルジアがやばすぎるから、見てこれ。やばくない？ドロシータンはね、いつも白いおパンツを見せてくれるんだけど、ちょっとこの格好はもうやばいでしょっていう感じの格好してるの。かわいい、羽生えちゃった。SD モデルもかわいい。やばくない？ドロシータンのノスタルジアがやばすぎ。私このコースすごいしたいな。このコースすごいしたいです。運営さん、このコースしたいです。これが1周年記念の新キャラと新スキンでした。指揮官の皆さん、どの子がタイプでしたか？ちょっとさっき出なかったから、もう一回レッドフードちゃんを引いていこうと思います。まだ諦めてないよ。行ってこい！ゴーフィッシュ。あ、来たんじゃない？SSR 一人いるよ。お願い。お願い。あー、プリムタンでした。ね、この格好ってさ、あざといよね。斜めに服なってて、ここ横乳ちょっと出てるっていうか、なんかちょっと出かけてるっていうか。いけ。あー、ダメそう。あーだよね。もうさ、だんだん分かってきてんのが怖い。お願い、レッドフードちゃん来て。いけ。お、仕事ある気がする。あー、一回セリサルがいます。誰かな。ラプンツェルちゃん、いや全然嬉しい。ラプンツェルちゃんが来ました。レッドフードちゃん、結構現実は甘くないということで。そうですね。でもね、ここに運を使った方がいいか、使った方がいいんだけど、そうね。あー、わかりました。人間ってさ、こういう時さ、一発で出たらさ、変に運使っちゃったとかさ、前も私動画でさ、マキマさん一発で当てた時言ってたと思うんだけど、出ないと出ないでさ、なんかさ、運ないのかなって思うよね。はい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 。あー、出ないんだけど、出ないんだけど、出ないんだけど、行ってこい。行け。あ、待って、これ来たんじゃない？お、一体いる。SSR。誰？誰？誰？ダーリンが望むなら。バイパーちゃん。待って待って。私このコスもしたいの。バイパーちゃん。何十目の正直。いけいけ。
いけ。そう、SSR。いそう。でもさ、こんなに SSR が出ること自体すごいんだけどさ。そうよ、こんなに SSR が出ること自体がすごいのよ。もう、はい、レッドフードちゃんこんな感じですね。やっぱかっこいいな、レッドフードちゃん。やっぱね、赤だよね、わかる。赤ね、こう10周年にふさわしい。10周年じゃない、1周年に。これね、基地がね、新デザインになってるの。ほら、行こうぜ行こうぜ行ってみっか。ね、新しい基地のデザインめっちゃかっこよくない？うん、ね、このね、この5人のさ、映像が YouTube に載ってるから見てほしいの、みんな。ドロシーたんでしょ、ディーゼルたん、アリスたんと、イサベルたんと、パワーたん。物語は割愛させていただきます。ここはね、みんな、本当に、ニケはね、映像もキャラクターもめちゃくちゃクオリティが高いから見てほしい、これは。うわぁ、いけ、いけ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 、いやー気持ちいい。最初ちょっと打ち慣れてなくてあれだったけど、しゃあ、ダダダダって打つと本当に気持ちいいの。しかもそのね、後ろ姿をね、しっかり見ながらみんなやってほしい。セクシーすぎる。今から集中します。はい、今から集中します。いけ、パワータン、いけ。やっぱさ、マキマさんとさ、パワータンはさ、なぜまでもちょっと使いたくなってしまうという。いけ、この世の果てまで追撃してやる、この世の果てまで追撃してやる。ごめんなさい、全然似てない。すいません、そうという間に倒すことができました。やっぱりあなたには私が必要ですよね。そう、私にはあなたが必要よ、わかるわ。もう指揮官の皆さん、誰が好きですか？本当にねえ、誰が好き？私今一応レッドフードちゃんの格好してるからさ、みんなレッドフードちゃんって言って。はい、残念ながら今回レッドフードちゃんは出せませんでした。ごめんなさい、ちょっとゆで卵の苦渋不足でございます。自分で取得してください。そして私に自慢をしてください。はい、そうなんです。ということでね、はい、1周年の福利厚生を発表します。期間中イベント参加で最大106回募集と、さっき最初ら辺に言ったスノーホワイトイノセントデイズちゃん、計4体無料取得可能となっております。すごくない？はい、指揮官の皆様、福利厚生ですよ。福利厚生って言い方もすごく面白いよね。ゆで卵もね、このね、福利厚生をいただき、これからも2期にどっぷり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 ハマっていきたいと思います。一味違うニケたちとの出会いということでね、ドット風のミニゲームがあったり、タイラント級の新ボスウルトラっていうのがいるのでね、ぜひそいつを倒していただきたいと思います。あとは新スキン、新キャラ大注目だよ。でね、私もね、いろんなキャラクターをさせていただいたんですけど、結構ユニタンとかアリスタンとか、なんかもうニケだけでルックブックしたいなみたいな気持ちです。はい、でニケ本当に1周年、ニケさんおめでとうございます。もう初期からニケさんに動画で携わらせていただいてから、私もニケさんをやるようになって、はい、すごいね、充実した日々を送れてるので、これからもニケのある生活みんなしていこうね。今回の動画が良かったよって方、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ニケよろしくね。気になった方、皆さん概要欄チェックしてください。そしてニケの公式 X、 公式 YouTube ぜひチェックしてね。指揮官のみんな、バイバーイ。ピッ。
卵。